始まりました、村瀬先生のぶらり歴史歩き。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。前回に続き舞台は大阪新世界。ディープな大阪を堪能できる人気スポット。この街がどのように発展していったのか、知られざる歴史を深掘りします。昔ながらの風景が残るじゃんじゃん横丁、名前の由来や歴史に迫ります。そんなドラマチックな話あります？あるんですわ。そして大正時代には通天閣の近くにあの人気スポーツの会場が。さらに天王寺動物園ではお客さんに楽しんでもらうための工夫や驚きの歴史について深掘りします。皆さんご存知でしたか？それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。でもやっぱり定番串カツ屋さんですよね。うん、串カツ屋さん何軒もありますね。うわもうほらお昼間やのにすごい人入ってますよ。いろんな方が、学生さんからおっちゃん。何ですか？囲碁？分かります？将棋と囲碁と。囲碁将棋のクラブがあって、ここで本当に寄ってきた人らで対戦しながら楽しめるっていう。他人様と。なんかもうほんまに良き昭和の風景ですよね。ね、残ってるんですね、このまま。すごい。じゃんじゃん横丁の愛称で知られる南洋通り商店街。地下鉄動物園前駅から通天閣までの南北およそ180メートルにわたる商店街で、串カツ店を中心に昭和の風景が残る人気スポットなんです。ここからは商店街の代表を務める小林さんに話を伺います。まずね、ちょっとじゃんじゃん横丁って言われて気になることがある。じゃんじゃん、なんかいい音ですね。それがイメージです。じゃんじゃん横丁。由来は知ってる？いや、考えたことなくて。じゃんじゃん横丁の由来、なんか先ほども看板がね、ちょっとちらちらと目に留まったんですけど、なんか三味線弾いてる絵が描いてあったりとかして、そうですね。なんか大阪擬音語多いじゃないですか、じゃあじゃあとかじゃがじゃがとか、なんかじゃんじゃんみたいな感じなのかなって思ったんですけど。皆さんいかがでしょう？あの半分当たってます。そう、オッケーオッケー。ありがとうございます。あの戦前までは料理屋さんとかこの2階で、私ら先輩から聞いてるのはこう三味線で、やってたいうのはあのお話は聞いてるんですけど、戦後は主にあの麻雀、はい、麻雀屋さんが多かったんで、そのじゃんじゃんから来てるいうのもお話あと半分聞いて。いやでも本当にね、長い間ゲームセンターであったりこう射的であったりとかで、まあ、串カツ屋さんであったりお寿司屋さん、風景がずっと維持されてるように思うんですけど、この商店街ができたのはあの100年以上前やねんけど、ね、もう長いことね、その代々のお客さんに喜んでいただくのはありがたいことです。ちなみに小林さんが小さい頃のじゃんじゃん横丁の風景って、はあ、どんな風景やったんですか？さあ私が子供の時は割と労働者の街で、男の人がやっぱり多くて、ここのカラー放送も普通の地べたで、子供はこの前で、ろうせきで遊ぶとか、べったんするとか。これが小林さん。え、小林さんですか？そうですね、ちょうどここです。かわいらしい。こちらは小林さんの母親のお店での写真。これお母さん。母親の方が私とこ2軒分なんで、うん、母親が向こうで飯屋で、ね、食堂食堂ですか、はい、焼き飯80円。時代やな、時代感じますね。ちなみに小林さんおいくつぐらいの？3つか4つ。3つ、はい、わあ、私とこが中華料理で、親父の方が。あ、そうなんですか。ここが中華料理で、はい、隣が母親の飯屋で、看板娘と看板男が、あの子ええやん、で一緒になって私が生まれた。あら、それからこれじゃんじゃん横丁物語。だから割と大きいでしょ。そんなドラマチックな話あります？あるんですわ。映画化されそうなお話です。
最後にこれからのジャンジャン横丁について。5年後10年後のジャンジャン横丁って小林さんが想像するにどう変わってますかね。あの基本はね、変われん、気取らない、ね、飲んでたら多分歩きはったら分かるけど、もうの飲んでいきや、テレビで見てる人ちゃいますか。もう気取れへんねん、天王寺公園行く、動物園行く、新世界、ジャンジャン町寄っていくから、こうなってくれたら多分今よりいっぱい来ていただいてるもんと思います、5年後10年後でも、こう我々庶民の町であり続けることまたそうありたいと思います。ぶれないわけですよね、はい、これからもジャンジャン横丁物語をつなげていきたいなと思います。隣とか娘さんいないですか。ちょっとね、せっかくですから、はい、射的やりません。あ、嬉しいです、やりたいです、ね、ちょうどあるんで。あ、こんにちは。こんにちは、お願いします。ちょっと射的やらせてもらっていいですか。はい、これやったことあります。いや、私初めてです。あら、まずは射的、初心者の森川さんが挑戦。狙うは緑色の箱のお菓子。いきます。おお、すごい勢い。これはどうしよう。こうやっていきますか。ちょっと分かってきましたね。これありですか。いいですか。そうそう、おお、だって、ちょっと、あ、ちょっとね。そしてラスト一発。よし、持ってませんでした。ダメでしたね。続いて村瀬先生が挑戦。ここで驚きの才能が。はい、さすが。さらに、やった。あ、私やった。もう一回転、もう一回転。どうぞ。その後も。すごい、たった100じゃない。すごい上手。あ、よかった。もうびっくりしました。あ、めっちゃ楽しいな。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。射的の後は新世界に来たら外せない串カツ。じゃあいただきましょうか。早速なんで乾杯。乾杯。はい、じゃあどうぞ。いただきます。はい、結構いくな。あー、美味しいです。めっちゃいい顔してるじゃないですか。美味しいです。いや、最高ですね。最高。続いて串カツ。そこでキュッと、そこでキュッと。女優さんに言うのもあれですけど、おっさんの飲み方よね、これ。通天閣の会長さんがジャンジャン横丁、新世界を語るには串カツ抜きでは語られへんって言ってたじゃないですか。今まで流れがあって食べるとまた全然違います。より美味しく感じます。串カツを堪能した2人は再び通天閣の方へ。いや、実はね、はい、この新世界、はい、この付近に今となってはちょっと考えられないもんがかつてあったんですけど、はい、何やと思います。新世界には考えられないもの、そうですね。ただ関係はないんですけど、はい、ちょっとこうヒントありますね。ヒント、東京には今あります。両国。お酒が効いてるかもしれないです。正解いきましょうか、はい、正解ね、こちらなんですよ。これがなんと、はい、大阪国技館、お相撲やるとこ。実はね、大阪ってね、かつては江戸と並んで、はい、相撲の興行がめっちゃ盛んなとこやったんですよ。へー。はい、だから東京の両国にある国技館に対抗して、この付近に大阪国技館っていう鉄筋コンクリート造りの立派な国技館があって、連日相撲が行われとったんですよ。全然知りませんでした。昔の地図にはね、これ通天閣なんで、ね、通天閣の南側のところにちゃんと残ってるんですよね。正面あたりにありますね。ですよね。その後、組織自体が衰退、
昭和2年以降、相撲興行の中心が東京の両国国技館となったため、第二次世界大戦前に解体されたんだそう。続いてやってきたのは天王寺動物園。1915年に開園した日本で3番目に長い歴史を持つ動物園で、甲子園球場のおよそ3個分という広い園内にはおよそ180種1000点の動物たちを飼育。まず2人がやってきたのはホッキョクグマ社。うわ、取った取った、すごいすごい、どこ、おお。テレビ分かっとんな。分かってます、こっち見てます ね。じゃあここでね、はい、問題出していいですか。あ、ここで来るんですか。ここで問題です。はい、でーん、はい、天王寺動物園のホッキョクグマ、はい、2020年に赤ちゃんが生まれたんです、はい、その赤ちゃんの名前とは何でしょう。ヒントは、はい、大阪を代表するような有名な企業と関係してます。企業と関係して、はい、その会社さんのパッケージには白くま書かれてます。ちょっと待ってください、知ってます。はい、551ちゃんということは、なんと天王寺動物園のホッキョクグマ、お父さんが55、お母さんがいっちゃん、子供はほらいほうちゃんなんですよ次ライちゃんですね。じゃあそうですね、実は天王寺動物園さんがホッキョクグマをなんとか購入したいって言って、うんうん、551蓬莱さんに寄付を募りに行ったらしいんですよ。その方向性、そうなら蓬莱さんが、はい、今もう寄付するんやったらもういっそのことうちで寄贈しますよって言って、実はここのホッキョクグマっていうのはあの豚まんでおなじみの551蓬莱さんが寄贈されたものなんです。そうなんですね、皆さんご存知でしたかちなみにこちらのキリンのハルカスちゃんは名前の通り、アベノハルカスを建てた近畿日本鉄道が寄贈。天王寺動物園では地元企業の協力もあり、多くの人たちに愛され続けているんです。続いて2人はライオン社へ。ここからは副園長の安福さんに話を伺います。こっち来るとね、はい、あ、起きた。これ分かります？シマウマと重なってる。ちょうど、ね、そうですね。これがまあここの売りなんですけどね。はい。はい、これ秘密あるの知ってます？どういう秘密ですか？これ実際にはね、一緒には展示してないんですけども、はい、ここの目線で肉食と草食獣、同じ視野で見れるような設計をしてる。はい、え、じゃあライオンが手前にいて、はい、シマウマとキリンがいて、はい、一番奥にアベノハルカスと、はい、もうそういうスポットですね、ここは。そしてこの真ん中の大きな岩、実は作り物なんです。中にヒーターを搭載しており、冬の間でもライオンを来園者に見てもらうための工夫を施しているんです。ここからは動物園の歴史について。開設自体は大正年の1月になります、ね、日本で3番目に古い、はい、まあ、ルーツというかね、礎になるのが明治8年に、大阪の内本町橋爪町っていうところに開設されました府立博物場っていうところに付属動物館、そういうものが設置されておったというのが礎になります。でもう一つのルーツとなるのが、ここが、まあ、平地というかね、新世界も含めて、なんですけども、その土地で開かれた第5回の内国勧業博覧会っていうのがありましてね、でそこで付属の余興動物園っていうのが設置されてました。でそれがもう一つの、まあ、礎というかルーツになりますね。じゃあ第5回の内国博覧会の時には、はい、もうこう動物を、まあ、展示というか、そうですね、その要は観光の目玉的なものとして、はい、もうそこの場所にあったわけだ、はい、はい、そうですね。その後、府立大阪博物場附属動物館が廃止に。動物たちの居場所がなくなるということで、大阪府と市が話し合い、現在の場所への設置が決定。そこからわずか4ヶ月という突貫工事によって天王寺動物園が完成。
肝心なのは動物たちの移動。本町からこちら移ってきた時に、その動物たちっての車もなかったと思うけど、はい、どうやって来たんですか？そうですね、大正4年、3年の間に、方角的に言うとね、抹茶町筋をずっと南下してくると 3.3 キロぐらいで運んでくれるんですけど、当時は、牛車とか第八車に乗せてっていうような記録が、例えばライオンの入った檻を乗せたのを牛が引っ張って持ってきたみたいな想像するとね、ちょっとなんかこうスーンってこう絵が浮かんでくるからね。いや、それはそういう記録が残ってるわけじゃないんですけど、まあ例を挙げると、まあそんなのどかな、はい、すごいよな。じゃあここでちょっと一つ、問題を森川さんに、はい、あ、私に、はい、ありがとうございます。箱に入れてね、運べるような動物だったらね、はい、まあ、第八車に乗せてでも、うん、まあ、牛に引かしてでもっていうと思うんですけど、当時ね、象がおったんです。そうか、やっぱり引っ越ししてこないといけない、うん、じゃあどうやって運んできたんでしょう。まさか 3.3 キロ自分で歩いたりとかしないですよね、安福さん。さすがです。本当ですか？ちょっと安福さん、あまないですいや、ちょっとあまないですか？いや、今抹茶町筋って、うん、はい、今4車線ぐらいある道幅ですから、うん、はいはい、それが当時 5.4 メートルしか幅がなかった。だからそこを象を歩かすみたいなね、うん、引っ越しだったんで、当時は軒先に石油ランプのね、うわ、そっか、街灯がね吊るされてたんで、もっと実際は狭い鼻で、ね、とかね、いうのがあるので、それ逆にね、沿道の建物持ってはる人とかは反対しません？もう深夜に、うん、強行するという。なるほど。まあ、当然その運ぶねんってなると人も集まってくるやろう、あの当時ですらね、あるんで、うん、でもう一つはやっぱり壊すやろう、そうですよみたいなね。だから、ま、わざわざ予算をつけて、はい、修繕費というか損害賠償費も予算組んで、あらかじめ見積もっといて、そうです、いいで運ぶ、で、あの象の後ろから、はい、まあ、営善係がついていて、こう修理しもて、うっそ、今となってはもう想像もつけへんような ね、大変な引っ越しやったんやろうなとは思いますけどね。ライオン車を後にして続いての場所へ。続いて、はいはい、こちらなんですけども、うん、はい、リタとロイド、チンパンジーの像になります、はい、あのリタっていうのがね、はい、昭和7年に、来園したチンパンジーでして、はい、まあ、来た当初から、まあ、芸達者といいますか、あの当時自転車乗りこなす、はい、竹馬も上手に使える、うん、ナイフとフォークを使ってちょっとフォーマルな食事もできるみたいなね、非常に人気を博したようなチンパンジーだったんですが、ちょっと遅れて入ってきたロイド君と一緒に食事をしたりとかね、マスコミなんかにもいっぱい取り上げていただいたりとか、まあスターやったと。天王寺動物園の人気もやったんですか？そうですね、はい、まあ、戦争が起こってくるようなね、あの昭和ちょっと中期、あの初めですかね、太平洋戦争がね始まるような時期には芸ができるっていうこともあってね、当時まあ軍服を着てマスコミに出たりとか、動物も頑張ってんやからみんな頑張れよみたいなね、国民のシンパシーに訴えるような政治的な利用っていうんですかね、戦意高揚のある種、そうですね、はい、まさしくそうですね、使われちゃったんですね、はい、戦意高揚の、まあ、道具として使われてしまったというようなね、あの歴史があります。天王寺動物園では戦争での悲しい体験を教訓に、自己批判と反省のもとにこの像を設置しました。我々も例えばちょっとこう楽しいことしてくれる動物って子どもたち喜ぶじゃないですか、はい、だからそれはそれでね、すごく動物園さんの工夫としてあるのかもしれないけど、はい、天王寺動物園さんの方ではそういった実は過去があるから、はい、もう動物にそういうことをやらすことはちょっとやめておこうと。そうですね、まあ、動物園の使命というのかね、はい、に基づく行為やったんやっていうような自戒っていうものがありますので、今はもうそういう運用をしてますね。そうですね。今回のぶらり歴史歩きはここまで。そして
2人が巡った地図はご覧の通り、古き良き風景と新しいスポットが混在する新世界。歴史を知ることで街の違った表情が見られるかもしれません。さあ、2回にわたってお送りしてきましたけど、はい、この通天閣界隈、うん、そして天王寺動物園、はい、いかがでしたか？いや、本当に盛りだくさんでしたね、うん、最新のスポットオモセブンから始まり、うん、昔のここが明治時代の博覧会があった場所を、うん、まるでテーマパークのような古地図に見せていただいたりとかしたのもすごい印象的ですし、うん、先生のプライベートな姿とかもいろいろ見れたのが射撃頑張ったおっちゃんですけども天王寺動物園さん、はい、動物園って言ったらね、やっぱり子供からものすごい人気があって、うんうん、ね、家族連れでにぎわってる、まあ、明るいイメージももちろんあるんですけど、はい、やっぱり戦争の時っていうのはいろんな大変な思いをされてた、うん、でもそれもすごくてちゃんと展示されてるところっていうのがやっぱり天王寺動物園さん、歴史ある動物園の本当にあるべき姿だと思うんですよね、はい、だからやっぱり8月ちょうどね、こう戦争中の動物園っていう企画展もされてるそうなんで、ぜひね、一回足を運んでいただければなと思いますね、はい、ぜひ私もまたプライベートでゆっくり来たいと思いました、ね、次回は大阪・堺の街をぶらり歩き、貿易の町として栄え発展、堺から生まれた技術や文化も多く存在、そんな歴史あふれる堺の町を深掘りします。どうぞ。ほんまに知らなかった、すごい、かき氷。それではまたお楽しみに。